原敏夫は、日本の実業家、公益財団法人アルカンシェール美術財団理事長、現美術館館長、ニューヨーク近代美術館国際評議委員会、副会長、ホノルル美術館名誉理事、公益財団法人日本博物館、協会参与などを歴任。1935年、東京で生まれる。実業家、原六郎の彦。実業家、原国蔵の孫。 学習院大学政治経済学部卒業後、アメリカプリンストン大学に留学し、美学、美術史、博物館経営論を学ぶ。父から引き継いだ日本土地山林などの企業経営をする傍ら、デンマークにあるルイジアの美術館を訪れたことがきっかけに、1979年、原国造の指定を開放し、当時日本では珍しかった現代美術専門の美術館である。 現美術館を開館。その後、1988年には、群馬県渋川市の伊香保温泉にある、伊香北林牧場内に現美術館別館として、原ミュージアムアークも開館した。2017年、現代美術界に新風を吹き込み、自らの名前を冠した美術館を創設したほか、数多くのフランス人アーティストやフランスの主要関係機関と極めて緊密な関係を築いた。 ことが高く評価され、フランス政府、レジオン・ドヌール勲章オフィシエを受賞。2018年6月に、現美術館と原ミュージアムワークの館長を退任。両館の運営母体であるアルカンシェール美術財団の理事長として、引き続き運営に携わっている。ありがとうございます。